始まるよ。どうも皆さん、こんにちは。タレバ工場のアンドゥです。今回は久々にエモすぎなキス、これで遊んでいきたいと思います。それではスタート。お、来ました。一緒に勉強だって。一緒に勉強にバカにしてる。ちょっと待って、どういうこと、どういうこと、どういう状況なのか分かんないし、この選択肢2つともよく分かんないんだけど、いやでも2って言ってみよう。とりあえずもしかしたらあの2っていう言葉にハマってる男子の可能性あるんで、いきます。グッドだし、なんでグッドなんだよこれが。へえ、やるじゃん、当たり前でしょ。あえて間違えてみるか。バカにしてる、これ。どう、なぜこういう展開になってしまったのか。残念、ミス、失敗。ちょっと待って、急に何もなくなったんだけど。お、来たよ、チョイス、残パン、アンパン。もう意味わからんって、何これ。じゃあもう残パンでいきます。どう、グッドだし。彼、普通フライパンじゃね、うるさいな、勉強してよ。何これ、どういうこと。なんかずっと一緒に勉強なんだけど、お題が一緒に勉強でアンパンってさ、何これ。もミス、ミスかい。来た、なんだ、一緒に勉強、赤道虫か。もう何これ、よくわかんないって。多分だけどこれバグってるよね、きっと。だって永遠に一緒に勉強なんだけど。もういいよ、そういうバグも楽しめってことだろ。もう赤道虫でいきます。はい、違ったです。じゃあか、これでいきます。もうよくわからないけど、かでご利用します。か、顔近いから。いやもう次ラストだよ、キス、ボラ。きっしょ。急に魚の名前になったんだけど、じゃあボラでいくわ。これ殴ってくれるかな。ここが好きなのに、これあのミスって出てほしくない、お願い。うわ、ミスだよ、なんでだよ。じゃあキスでいきます。ボラではなく、僕キスのが好きです。急に辛いウス入ったんだけど、なんかさっきまで赤道虫とか残飯とかだったのに、もう好き、このゲーム。俺来ました、メガネの山田。あんた誰。そうだけど、まあそうだけどでしょ、きっと。多分男側のあれでしょ。へーふーん、な、何よ。確かに何よだ、またメガネの山田って言ってるわこいつ。頭おかしくなっちゃったよ。どうして知ってるの。は、知ればいいの。ちょっと待って、いきなり失礼。いやでも多分間違った方を選択しても、そう、あれなんですよきっと、何も出てこない。ほら残念で出るだけなんだよね。だ、どうして知ってるの。いきます。さあ、確かに、なんで私そんな有名なのみたいな。ほうほう、なるほどね。あ、ちょっとやばいよ、メガネの山田。あーん、いやーん。いやまあ多分ミスって出るだけなんで、いや、ダメ、これでいきたいと思います。さあ、いいよ、いい雰囲気になってきた。ダセー、あ、ダセーとか言っちゃった。ダセー髪型してんだな。ちょっと髪がぐしゃぐしゃ。さあ来るぞ、カラー演出。この痴漢ではなく、こっちですよねきっと。ダメでいきたいと思います、これ以上はダメ。相変わらずのカラー演出、素晴らしい。じゃあ今日はこれで終わりたいと思います。バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。